ガルシアン・スミス。なんかこういう AV 男優の人いますよね。デンゼル・ディル・ボリス・ナナセ・イワザール・スコフ。長いね。まあ、ちょっと覚えにくいんで、ド変態で覚えておきますかね。で、血液確かにね、大事だと思うんですよね。やっぱこう、海綿体を勃起させるって意味でも、血液ってすごい大事なものですから。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。今回からこちらのキラーセブンの実況プレイを始めていきます。このゲームはね、2005年に発売されたゲームということなので、もうね、16年前のゲームですね。ゲームキューブで発売されたかな。で、2018年に Steam で配信が開始されて、今回はその Steam 版をやっていきます。ただ、私、事前知識が全くないんでね、まあ、ちょっと、手探りでやっていきたいと思っております。須田浩一さんのゲームね、初めてやります。いっぱいね、買ってはいるんですけど、プレイをほぼしてないんでね、初めてやっていきます。比較的順当にゲームをプレイすることができる工夫と助言を加えていますっていうのと、現実問題として非常に過酷な戦いが予想されるとともに、助言も制限を加えています。これ上じゃないと死にますね。ターゲット00、エンジェル。あ、なんだこれ。あ、動かせるね。天使。これなんか集合体恐怖症の人とかきつそうですね、これ。ハスの葉とかね。ブルーム。ああ。なかなかやっぱり個性的なね。ガルシアン・スミス。なんかこういう AV 男優の人いますよね。おしゃれな絵作りですね、これまた。クリストファー・ミルズ。情報屋みたいな感じですかね。That's where they all hang out. Our information tells us that there's 14 of them. And they're all fun. Nah, keep one alive so we can ask where the boss is. Anything else I should know? Nah, not really. You'll know when you see them, they're, different. Will do. And may the Lord smile. And the devil have mercy.多目的施設セルティックの乱戦。ニューオーダー。笑う顔本陣壊滅以来、および狩猟の生け捕り。操作習得なさいますか？なんか右側のこの全身タイツ気になるけどね、とりあえずやらないと。あ、なんかちょっと漢字が違いますけど、やらないとわかんないですね。A ボタンを使いください。走ることができます。あ、押しっぱなし。ああ、押しっぱなしで勝手に走るタイプね。B ボタン。R トリガー。近距離補足。スキャン。頭飛ばしても死なないんだ。
なんかこの黄色いとこがあるよね、これ。なんか湧いてんな。これどうやったら終わるんだろう。あ、なんか入り口あんな、これ。あ、これで出れるのかな。いや、もういらないです。まあ、基本操作分かりました。そしてやっぱりこう、2005年に作ったとは思えない、この映像ですよ。まあもちろん、綺麗にはなってるんでしょうけど、PC に合わせて。あ、やっぱ、確かにこう、話題になるだけのセンスを感じますよね。姿が変わりましたね。You don't want to go any further. It's dangerous. My friends are all dead. They were all murdered by people that look like this. I have been chosen. 俺は選ばれた。ヘブンスマイル。Oh shit. There's more than 14.Those bastards are breeding. いや、かっこいいんですけど、ダンさん。ちょっとその、ところ構わずね、唾吐く人嫌いなんですよね、私。この方でも見た目はなんかアジア系に見えますね。で、このゲームね、私、分かってることは、主人公が多重人格というか、人格を変えると、まあ、外見も変わるっていうシステムだっていうのは知ってるんですよね。あ、変態がいる。あ、メモ縫い付けてあるね。ベンツェル・ディル・ボリス・ナナセ・イヴァザールスコフ。長いね。ちょっと覚えにくいんで、ド変態で覚えておきますかね。ヘブンスマイルが待ち構えている。殺し合いの開始。いいじゃないですか、殺し合い。あ、部屋がありますね。ハーマンズルーム。ん？これは、サマンサさん。あ、セーブできるんだね。で、これは、ん？ルームか？あ、言わざる。何？ああ、説明してくれるんだね。いや、ちょっとこのあたりは確認しますが、カットで。はい、おおよそ分かったんですけど、とりあえず主人公の人格は、多層人格と呼ばれていて、外見ごと変わる。で、全部のキャラクターが、まあ、起きてるわけじゃないけど、名前通り多分7人いるんですね。で、敵の、打破した数によって、まあ、アンロックされていく。で、敵を倒すと血液が手に入り、血液を使って体力を回復したり、まあ、個々人の、まあ、スキルを解放したりすることができる。という仕組みのようですね。あ、来た。ん？うん、ちっちゃいね、標的。まあでも普通に撃ってりゃ死ぬか。普通に銃って倒せるならね、問題ないですね。デガーのてっちゃんぐらいやばいやば言ってんな。体に爆弾。年代的になんとなく気にはなってましたけど、今の話を聞くと多分これ自爆テロのオマージュっていうか、自爆テロの話なんでしょうね、多分。あ、いかん、いかん。
まだ慣れない。これでもなんか曲がり角とかで出てきたら結構危ないですよね。このシステムだと先が見通せないんで。誰君？ハンキー？ハンターの大将に殺された男。うん、まあ、うざさは伝わってきてます。ん？あ、終わり？このゲーム基本的にあんま説明する気ないんだろうな。感覚で感じろって感じですよね。なんか張り付いてません？あれも仲間？言わざるの聞かざる。聞かざる？あれが聞かざる？あの弾丸が大好物。あれはマスターの忘れ物だから。魂の弾丸。あ、嫌な予感する。ああ、来た。たまたま。たまたまが、この先にあるということかな。まあ、たまたまが何なのかよくわかってませんけれども。椿スマイル。なんか敵キャラ出てきたね。おう。あ？なんか動かないけど。あ、逃げた。あ、逃げた。え？あれ？逃げたよね、今。来たね、近い。とりあえず敵は倒せたのかな。で、あ、またトラビスなんだ。ああ、これがたまたま？たまたま、なんか特殊な形してますね、これ。こっち？戻るだけか。ここはたまたま取りに来ただけですかね。血液溜まってきてるのかな、これ。ああ、あんまりないね。だからこの血液が、まあやっぱ大事っていうのをさっき言ってて、で、血液確かにね、大事だと思うんですよね。やっぱこう、海綿体を勃起させるって意味でも、血液ってすごい大事なものですから。おっと。それはね、もう血液様々ですからね。なんか、ただ、ほんとこれ、どっちに進んでるのかだんだんわかんなくなりますよね。あ、また出た。なんかだんだん可愛く見えてきたな、これ。目は笑ってない。私もね、作り笑顔で日々を過ごしてますけど、たまにこう目が笑ってないって言われますよね。あと、ショックだったのはね、笑ってるつもりでも、実はね、あんまり口角上がって、なになに？あー、完全だな、これ。あー。完全にもう自爆テロだよね、これ。まだいる？
なんかいる気がするんだけどな。いるね。まだ死んでない。あ、死んでる。弾の制限はないのかな。弾の制限があるときついけど。これ今見落としてたんですけど、これ右側のサマンサさんね、私服なんですが、私服だとセーブしてくれないみたいですね。で、なんかお部屋のランプ、この色が赤だったらセーブしてくるらしい。やばいやばいやばい。ちょ待って、やばいやばい。戻らせて、戻して。あー、ダメだ。やばい。なんか HP 足りなくなってない？回復しとこう。ああいう時困るね。時間が止まらないんだね。なんかいるな。ミクロスマイル。あら、ミクロスマイル、なんか遠くでちっちゃすぎてよくわかんないかったですけど、倒しちゃいましたね。真正面は？あら、これまたトラビスさんですね。少し真面目な話をするべ。わあ、聖戦士。危ないな、このゲームが。これよく発売できましたね。なんか、なんていうか、グラフィックがグロテスクとかそういう問題じゃないですよね。あ、いるな。なんかすごい速いやつがいる気がする。終わり？ちょっと今動きが速かったね。なんか、女性の悲鳴みたいなの聞こえましたけど、大丈夫ですか？うわー、なんか粗めのサンドペーパーかけたみたいになってるけど、大丈夫これ？ん？いるな。終わりか？ルーム21な、誰かいるねこれ。何これ？スミスの旦那。あ、ミルズって最初の情報屋みたいな人ですよね。なるほど。あ、額に山口組って書いてない？気のせい。あ、違うか。びっくりした。怖すぎる。順番が隠されている。この仮面を使えばいい。魔物は血が好き。衝撃の仮面みたいですよね。ん？こういうこと？あれ？当たった？あ、めちゃくちゃ煽ってくるじゃん、これ。何このブラザーみたいな人。照明の仮面。貴様を導こう。火の指輪とろうそく。プレイですか？食台に示された数。1番目から5番目。順番に従い火を灯す。明日は我が身だ。とりあえず、なんかよくわからない。火の指輪ってやつで、
ろうそくに火をつけたらいいのかな。部屋、ああこれか。ってなるとまだここじゃないんだろうな。奥、おお、いる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 。休ませてくれないねこのゲーム。やっぱり突発的に来られると危ないな。透明の人たち、残留思念らしいんですけど、ちょっとやっぱきつい、きついな、これ結構。人格変えれるのかな。タン、カエデ、ケビン、オヨーテ、コン、カエデさん。あ、ちょっと待って、これ、これ見えそうじゃない？絶妙だねこれ。あ、いいですね。あら、いいですね。なんというか、ボディコンっていうのかな、もう死後みたいな感じだけど、すごいねこれ。え、これこっちは、あ、違う、んこっち、なんかこっちは左がいけない。あ、いけないんだ。なんかいけそうなんだけどね。イワザルがまたいる。The masterIt is very dangerous. It is very, very dangerous. He is in this back. やつがいる。It is the master. ん？ By no means. Didn't you come him for a murder here? Oh. You are a fool. You are a fool. I am not trusted. そこまで言わなくてもよくないですか？ It is an absolutely impossible thing. そんなにヤバいやつがいるんですかね？You are a fool, master. You were deceived by Mills's fool. The wayward is under fool's name. いや、なんかもうすごい割り方ですけど、よっぽど強敵がいそうですね。左側行ってみようかな、これ。キャリアピジョン。ハト。うわ。この服めっちゃ血まみれだったんだね。あ、でも顔がなんか生意気な感じでいいですね。親愛なるエミールへ、はじめましてエミール。仕事の依頼感謝感激です。僕の名前はジョニー・ギャノン。ニックネームはスピードスター。秒殺で射精してしまうんだ。みこすり犯だね。そんな僕だけどいい仕事をするよ。私も体調が悪い時は危ないですね。では、例の件の報告です。喜んでもらえると嬉しいな。死ぬ気で近づいてんだぜ。報酬の方がっつり頼むよ。キラーセブンのメンバーは7人。ダン・スミスは大口径リボルバーを使用。カエデ・スミスは大型オートマチック銃を使用。コン・スミスはフロート2丁拳銃を使用。マスクド・スミスはグレネード使用。ケミン・スミスはナイフを使用。コヨテ・スミスは改造銃を使用。ガルシアン・スミスは小型銃を使用。小国の軍隊に匹敵する恐るべき武装集団だ。キラーセブンは敵に回すべきじゃないね。結論としては国で買い続けるべきだ。使えるあの集団はまた連絡します。ジョニー・ギャノン。これってこっちのキラースミス側に見られちゃいけないやつじゃないですかね。大丈夫ですかこのハトさん。ちょっとバカなのかな。ただ国に買われてるっていうことですかね、この話的には。あ、ていうかこのカエデさんの顔いいですよね。ハト書簡を手に入れた。なんかこのなんというか生意気なフェイス、こういじめたくなりますよね。ずっとペロペロしてあげたくなりますよね。こっちだよね。で、奥か。いや、ほんと分かりづらい。これすごいな。あー、いるね、いるけど、どこ？これ危ないな。ああ、いる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 。
ばいやばい、近い近い近い、多分行った。これはちょっときついなあ。またいるね、またいるじゃん、あの人。これでいいかな。常にポーズはそれになるんですね。ただそれ女性に対してやるのはあんま良くないと思いますね。皆さん中指使います？人差し指使います？そういう時女性に対して。あ、なんかちょっと話の趣旨が違っちゃうね。やめとこう。火の指輪とスプリンクラー、水が溜まったトイレ、ん？トイレの水は紋章を流す。紋章 L にはランドリー S ね。明日は我が身だ。どういうことだ。おっか、とりあえずレストルーム、トイレ、これがトイレか。あ、いるじゃんいるじゃんいるいるいる。ダメっすよもう、こんな狭いところで。距離感が近すぎるんだよ。あ、スプリンクラー、これがスプリンクラー。その火のなんかを使えばいいのか。ちょっと待って、なんかさっきトイレがどうたらって。枯渇したトイレ。スプリンクラーを作動させて、トイレに水を張るってこと？ちょっと、すごい遠回しですけど。いるけど、これ曲がってからの方がいいんだろうな、きっと。倒した？ちゃんと倒せてない、危ない。楓さんはリロードスピードが速い気がするな。でもなんか威力的にはとしたらダンサーの方が強いのかな。ライブラリ、ん？これは特に何もない。何か動くのかな。なんか書棚が、書庫が動きそうではあるけど。あ、なんかありますね。あー、完全になんかこうハメハメする感じ。こっちは？なんだこれ。もう、おしゃれなんですけど、見づらいよね。あ、セーブできますね。セーブしなきゃ。あ、どうしようかな。ちょっと、ここで一旦区切りましょうかね。多分30分ぐらいは行ったと思うので、行ってるな。では、今回もね、今回はここで一旦区切りとしたいと思います。今回も長時間お付き合いいただいてありがとうございました。まだね、すべて手探りなんですけれども、なかなか面白い世界観のゲームなのでね、読み解きながら進めていきたいと思います。では、また次回の動画でね、皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、あとコメント、本当に私の中身が分かってないんでね、なんかコメントとかもいただけますとありがたいです。ではね、お疲れ様でした。じゃあね。